答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。やるべき時にやるべきことをです。これは東大生が答えたアンケートですね。東大生が自分の親の子育てスタンスってどんなんだったかなっていうのをアンケートを取った時に、やるべき時にやるべきことをするようにしたっていうのが実は一番多いんですよね。 37.5% で、次が我慢できるんですが 11.9% で、この後に続くのが 11% ぐらいで、自分らしく振る舞うとか個性を大事にとかっていうことなんですね。で、このやるべき時にやるべきことをって、これもう毎日伝えて今大事にしてますけど、当たり前力なんですよね。年少さんぐらいになったら自分の洋服が自分で脱げる、ちゃんと畳むことができるとか、ちゃんと食器を食べて、ご飯を食べたら食器を片付けることができる、もう洗い物をしてもいいかもしれません。今はね、これからソチオリンピックが始まって、まさに季節ものですけども、やっぱり浅田さんもそうですし、ジャンプのですね高梨選手もそうだと思いますが、もう才能ももちろんあると思うんですけど、ああいう選手っていうのはもう小さい頃からほぼ休みなしで毎日コツ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 、もうフィギュアスケートの選手はもう朝5時6時起きで、朝練習に行って学校へ行って夕方も練習する、遊ぶ暇なんかなかったわけですね。もう本当に華やかな世界ですけど、実は裏でコツ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 練習していて、でもそれをやるにはやっぱり本人の意思じゃないと、親がどうこうでですね、やっぱりあそこまでやらせることは無理なんですよね。だから子供が自分がやりたいことをやらせて、当たり前なことをコツ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 やらせる、でも礼儀礼節も大事にするっていうことが、やっぱりその子のね能力を伸ばすことだと思います。親御様、しっかりお子様見ていただいて、当たり前力身につけさせてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。